レスリー・ファイストは、カナダの女性シンガー・ソングライター。芸名は、フィスト。ハスキーな声で歌うフォーキーな作品群は、ジョニー・ミッチェルにも比較される。ノバスコシア州アムハーストで生まれ、サスカチュワン州レジャイナ、アルバータ州カルガリーで育った。高校時代に組んだ、パンクバンド、プラシーボのリードボーカルを担当。地元のコンテストで優勝し、 ラモーンズのコンサートで前座を務めた。バンドのツアー中に喉を痛めてからはギターで楽曲の制作に専念。拠点をトロントに移した。その頃、アバンギャルドなパフォーマンスで知られるピーチーズと生活を共にし、彼女の作品にも参加していた。1999年にアルバムモナークでソロデビュー。2004年のアルバムレッド・イット・ダイがカナダで大ヒットして以来、 アメリカ合衆国にも売り出され、来日公演も行うなど、国際的に活躍している。また、キングス・オブ・コンビニエンスのアルバム、ラヨット、オン・アン・エンプティー・ストリートに2曲参加、ライブ活動も一緒に行う。プロデューサーのチリー・ゴンザレスと共に、セルジュ・ゲンスブールのフォロワーであり、ゲンスブールへのトリビュートアルバム、ムッシュ・ゲンスブール・リビジティットには、ゴンザレス、フィスト・アンド・ダニーとして、 ブーメラン2005で参加した。レッド・イット・大のデモは、その当時、彼女の恋人であった、カナダのバンド、スローンのメンバーであるクリス・マーフィーも参加していたが、この作品のヒットによって、彼女の活動拠点が一時パリに移ったことによって、長い交際期間であったものの破局した。2007年、ザ・リマインダー発表、7月のフジロックフェスティバルに、参加し2度目の来日を果たした。 アポリポットなどの CM に1234が起用される。2008年の第50回グラミー賞では最優秀新人賞、最優秀女性ポップボーカル、最優秀ポップボーカルアルバム、最優秀短編ミュージックビデオの4部門でノミネートされた。また、サイドプロジェクトとして現在のボーイフレンドであるケビンドリュー率いるバンド、 ブロークンソーシャルシーンのメンバーとしても参加しており、こちらのバンドも北米を中心にしてとても人気がある。BSS やコッチ以外にも、ベックやウィルコ、モッキー、ジェイミー・リデル、ルビーズといった様々なアーティストともに音楽活動を行っている。ありがとうございます。